いいね、いいパスタね。全然ダメだね。え、ダメですか？全然ダメ。なんかいい感じじゃなかったですか？全然。これじゃダメですか？全然ダメだね。何がダメなんですか？今、何か気使ってた？あんまり気使ってなかった。特に普通にパス出してただけでしょ。正面に出そうと。正面に出そう。それだけだよね。もうみんな、これあるあるなんだけど、子供たちもそうなんだけど、ただあの人にパス出せばいいっていう考えしかない。でも俺は、違うんです。違うんです。俺は違うんです。教えてくださいよ。まず、試合中っていうのはね、いろんな状況あるから、この状況の時にあの人の右足に入れたいのか左足に入れたいのか、まずこだわる、入れる、足にもこだわる、今、T 君がパス出してくれたパスっていうのは、あの人に出せばいいやってことで、普通にこういう風にちょっとバイン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 したじゃん。まあ、浮いてるというか。これはほらあの人今ちょっとトラップミスしたじゃん、ああいう風にちょっとでも浮いちゃうと、ちょっとのトラップミスが起こる、トラップミスが起こると試合中の流れも全部止まる。あそこのタイミングで走ってる選手とかもいるのに、トラップミスしてタイミングがずれてチャンスを潰すっていう、なるほど、決定的なことにつながってくるから、俺は一本一本マジでこだわってた。なのでパスっていうのは絶対こういうこういうふうにくるくるトップスピンの回転になるんだけど、俺はバックスピンをかけるように蹴る、あ、でも全然こう跳ねてないのは分かるっすね。そう、あ、音もちゃうっすね。音も違うね、パチーンって音と、バックスピンを意識することでトップスピンにはなるんだけど、そもそもなんかトップスピン、バックスピンってどういう回転の、トップスピンはこうだよね、向こうに普通に蹴ったらそういう回転になるってことですね。バックスピンは戻ってくる回転。ああ、なるほど。そう、だから上を蹴ればトップスピン、下を蹴ればバックスピン。なるほど。そう、これを普通に当てちゃうと、普通に当てちゃうと、もう、まあ今何も、そうですね、普通のパスになるんだけど、はい、ちょっとこれはこの上から叩くように入れてる。で、この当たりで、ちょっとこういう回転がバックスピンをかけるっていう、このままこうやっちゃうと浮いちゃうから、下蹴りすぎちゃうと浮いちゃうんで、はい、上半身も大事かな。さっき、リー君普通にこういう風にやって、こういう風にちょっと反ってたじゃん、そう、となると、この状態から上から叩けないじゃん。だから体をちょっとかぶせて、もう足の振りはいらない、この距離でもこの振りはいらなくて、膝の下、この力だけでいける。ちゃんと当たれば押し出すように蹴るって感じですね。そうだね。なるほど。押し出すように。試合の状況でさ、あの選手がフリーです、ワンタッチで前に止めさせて、シュートを打たせたい。こっちがゴールと捉えた時、そう、あっちがゴールで、この時に普通に何も考えないで、今トラップすごくうまかったけどああいう風にちょっとバウンドしちゃうと、そうですね、流れが止まるというか、それこそ決定機を作れるじゃん。おそらく、あの左側にはディフェンスがいるかもしれないから、あの人の右足もめがけて、浮かさない、トラップしやすいパスを出す、あ、うまっ。なるほど。足元に止まってますね、ボールが。そう、足元でさーっと行くように、あの人が簡単にトラップで前を向いて、もうこれで1点決めさせてあげることができるから。なるほど。あの人の右足にしっかり、いや、ここまで気使う。プロは、そう、例えばこの時に弱ければカットされる、この時に一番考えるのは、ボールが速すぎると T 君あんまり動けないと思う。ちょうどいい加減で T 君を食いつかせたい。おお、なるほど。そういう、もうこっちが主導。おお、相手のディフェンスも操作する。相手のディフェンスを動かす。へえ。これで強すぎると、まあ、ほぼ動けてなかったです。できればあのディフェンスをちょっと食いつかせるために、ちょうどいい加減。食いついて。そう、あれだったら、なるほど。ちょっとパス弱かったから、ディフェンスが取れると思って食いついてくれるから、そこまで俺は考えて。はあ、なるほど。なので今の小学生たちも、教えてる子たちも難しいけど、相手をパスで騙せって、崩せって言ってて、あと入れる足の決定機に、こっちに出したいば、今極端に出したけど、すごくもったいない。そうですね、ゴールからの距離も離れますもんね、シンプルに。せっかくのチャンスなので、なのでこの時に必ず右足に入れると。
なるほど、ここまでこだわると。まとめると試合の流れを止めないパスが必要だと。そうだねってことですね、うん、そう。でそのために、まあ、インサイドだったら浮かないようにバックスピンをかけるようなパスをする、うん、パスが一番質がいいので。なるほど。やっぱミスは起こっちゃうもんだからしょうがないんだけど、はい、でもそのミスをねできるだけ0回に近づけるように、うんうんうん、全部あの人のせいじゃないからね、はい、トラップミスしたあの人のせいじゃなくて、はい、パスであの人をミスさせないように、うんうん、よりよくチームがスムーズにボール回してゴールに向かっていけるように、うん、一人一人がその意識を持ったら、うん、全然もうパス回しも変わるんで。なるほど。ここまで自分のパスの質にこだわってほしいなと思います。わ、はい、かりました。今までパス出すだけになってたので、うん、そういうところも含めて考えながら練習してみようと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。